ジェイ・グールド2世は、アメリカ、ニューヨーク州ママロネック出身のテニス選手。1908年ロンドンオリンピックで行われたジュド・ポームで、金メダルを獲得した。大資本家として知られた、ジェイ・グールドの孫にあたる。ジョージアンコート1888年、ジェイ・グールドは、ジョージ・ジェイ・グールド1世の次男として誕生した。12歳のグールドに最初に、 テニスの手ほどきをしたのは父親で、この父親は、自らが所有していたニュージャージー州、レイクウッドのジョージアンコートの辞書にテニスコートを作り、イギリスの国内チャンピオンであった、ユースタス・マイルズら著名なテニス選手たちを招いては、息子を指導させた。1905年、グールドは、ニューヨーク州、タキシード・パークで開催されたトーナメントに16歳で、出場。 2位という好成績を収め、リアルテニス界に衝撃的なデビューを果たした。翌1906年には、アメリカの国内選手権で初優勝し、以降1926年まで第一次世界大戦によって試合が行われなかった時期を除いて大会を18連覇した。1907年及び1908年には、イギリスのアマチュア選手権で優勝。 同大会でタイトルを獲得した最初のアメリカ人選手となった。さらに1908年にはロンドンで開催されたオリンピックに出場、五輪史上唯一ジュドポームが正式競技として実施された。この大会で地元イギリスのライバル選手たちを下し、金メダルを獲得した。1914年、リアルテニスの世界選手権でイギリスのフレデリック・カビを破って優勝。 アマチュア選手として初めて世界選手権を制覇した。1926年、選手生活からの引退を一旦は発表するも、翌年に復帰、ダブルス選手としてセントルイスオリンピック男子テニスダブルス同メダリストのジョセフ・エアラと組んで国内選手権を連覇した。選手としてのキャリアにおいて、シングルス、ダブルスともにそれぞれ敗れた試合は一試合のみ。 という記録を残し、1932年、健康上の理由で正式に引退した。1935年、食堂からの出血により46歳で没した。墓は、ニューヨーク、ブロンクス区のウッドローン墓地内のグールド病にある。現在は、ジョージアンコート大学のキャンパスとなっている。ジョージアンコートは1985年、 アメリカ合衆国国定歴史建造物として登録された。同大学内にはアメリカ国内では数少ない教育機関が所有するリアルテニスのテニスコートがある。グールズ・オール・アスリートザ・ニューヨーク・タイムズ1906年4月22日 J ・グールドチャンピオンコートテニスプレイヤーデフィーテッド チャールズ・イー・サンズ・イン・ファイナル・ラウンド・オブ・トーナメント、ウォン・スリー・ストレート・セッツ・ブリリアント・スローイン・グ・オブ、スペクテーターズ・ウィットネスト・プリティ・エキシビジョン、アット・ラケット・アンド・テニス・クラブ。ザ・ニューヨーク・タイムズ、1906年4月8日、グールド・イズ・オリンピック・テニス・チャンピオン、アメリカン・ビーツ・マイルズ・サード・タイム・イン・ポータント・コート、マッチズ・ウィンズ・イン・ストレート・セッツ・イン・グリッシュ・マンニア、 A victory in first set, bad young ghouled larlies and defeats his opponent, the New York Times.1908 年5月24日 J. ghouled, biography.SR, オリンピックスポーツ2009年4月16日閲覧。ありがとうございます。